村田義隆は、日本の政治家、大倉官僚、元衆議院議員、労働大臣秘書官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣などを歴任、静岡県静岡市出身。静岡県立静岡高等学校卒業後、東京外国語大学外国語学部中国語学科へ、進学するが、後に、京都大学法学部に編入学。 1968年、京大法学部を卒業し、大倉賞に入賞した。同期には、林正和、溝口全兵らがいる。大倉賞では、大臣官房文書加工法室長や、東京国税局事課税部長を務める。また、大倉賞在職中、国費留学生で、フランスに留学し、グルノーブル大学法律、経済学部大学院や、 フランス国立行政学院に通った、エナの同期生には、フランスの元首相ローラン・ファビウスがいる。1974年6月から2年間、在中国大使館に当初期間として、勤務、岐阜、藤井勝氏が労働大臣に就任した際は、大臣秘書官を務め、1986年6月の東京国税局次課税部長を経て、 大倉省国際金融局長坂町を最後に1988年に退官した。1990年、第39回衆議院議員総選挙に、岐阜、藤井の地盤である旧岡山2区から無所属で出馬し、初当選。当選後、自由民主党の開府都市議総裁から追加公認を受け、自民党に入党。小選挙区比例代表並立制導入後は、 岡山国から出馬し小選挙区当選を重ねる。2000年7月、第2次、森内閣で、大倉総括政務次官に就任。2004年、第2次、小泉改造内閣で、国家公安委員会委員長兼内閣府、特命担当大臣に就任し、初入閣。第3次、小泉内閣でも再任。2009年の、第45回衆議院議員総選挙では、 コスタリカ方式により、比例中国ブロック単独で出馬し、7戦。2012年11月、岡山5区での公認が内定していたが、政界引退を表明した。これに伴い比例からの出馬が決まっていた加藤が5区から出馬することになった。2015年11月、朝日大受賞受賞。村田は、1981年に、 大阪国税局調査部長に着任してから、ブラック解放同盟幹部で山口組警防力団、元幹部で財団法人アスカ会理事長の小西邦彦と知り合い、共に北新地のクラブを親しく飲み歩く仲となり、小西から選挙で全面支援を受け、その見返りとしてアスカ会に関する脱税告発を握りつぶすなどの便宜を図っていた。この密月関係は2006年に、 小西がアスカ会事件で逮捕されるまで続いたが、マスコミの取材に対して、村田は暴力団とつながりのある人とは知らなかった。解放同盟の有力者だからお付き合いした、選挙で応援してくれたと答えた。このほか小西が理事長を務める社会福祉法人、ともしび福祉会の役員に、村田の秘書が就任していたため、大阪府知事、 大田夫妻が2006年5月24日の大阪府議会で暴力団を取り締まる国の責任者の秘書が暴力団とつながりのある団体の役員等に就任していたことをどう思うかと質問を受けたこともある。2009年1月13日、衆議院予算委員会において村田が無許可でデジタルカメラを持ち込み撮影したところ、その様子を菅直虎に発見され、 委員長がカメラを没収する事態となった。衆議院規則においては、委員会を撮影する場合は、委員長の許可を要すると定めている。しかし、村田は同規則に違反し、カメラを無届けで持ち込み、委員会の審議を勝手に撮影していた。ところが、撮影に気づいた野党議員らが激しく抗議するなど混乱したため、委員会審議が一時中断する騒ぎとなった。 衆議院に予算委員長の江藤聖志郎が委員長の許可なくしてカメラの撮影は厳禁いたします。なお、撮影したフィルムは委員長が直ちに没収します。カメラを委員長のもとにここにお持ちくださいと宣言し、国会法の秩序保持権に基づきカメラをその場で没収処分とした。撮影した理由について村田は 自分のホームページ用に撮影したと釈明した。日本共産党の国田敬司国会対策委員長は委員会の開催中に与党の国体幹部が野党の行動を撮影するなど前代未聞で論外だ厳しく批判した。民主党は同日、盗撮的行為で容認できないとして衆議院に対し村田の懲罰動議を提出した。 経済企画政務次官を務めていた1996年1月9日、バブル崩壊後に多額の不良債権を抱え大きな社会問題となった住宅金融専門会社から600億円を超える多額の融資を受けて焦げつかせていた大阪市中央区、南千葉に本店を置く不動産会社、名声の役員として総額2000万円もの報酬を受け取っていたことが発覚した。 同社は、住宅分譲、ビルの建設、販売、賃貸などをしているとされ、第一官業銀行などが、母体の住宅ローンサービス、新宅銀行7件を母体とする、第一住宅金融と、地銀製保住宅ローンの4社から600億円超の融資を受けていたが、バブル崩壊後の1994年4月末時点で、1000億円を、 超える夫妻と93億円余りの欠損を抱えた。村田は1989年4月に大倉省を退官後、同年夏に同社役員に就任、翌1990年2月に衆議院議員に初当選している。関連会社等報告書によれば、同社非常勤取締役、同報告書では同社顧問となっており、 同社の法人党規模では1995年12月11日付で取締役を辞任したとされている。村田を顧問に起用した理由について、同社長は村田が影響力を持つ金融当局や国税方面への便宜を期待したものではなく、在中国に本大使館に当初期間という国際的な経歴を重視したものだと新聞取材にコメントしている。 労働大臣などを務めた藤井勝氏は岐阜、元岡山市長、岡崎平尾はお父にあたる。ありがとうございます。